フリティが多すぎるは、大崎小による小説である。大手出版社で働く青年が、ローティーン女子向けの雑誌編集部に不本意な異動となり、悪戦苦闘しながらも奮闘していく物語である。2018年に日本テレビ系で、テレビドラマ化された。文芸春秋の雑誌、別冊文芸春秋において、2011年1月号から、同年11月号まで掲載された。 2012年1月に文芸春秋から単行本が刊行。2014年10月に文春文庫から文庫本が刊行された。戦国者シリーズの第一作で老舗出版社、戦国者が出版しているローティーン向けファッション誌、ピッピンの編集部が舞台となる。戦国者シリーズは他に文芸編集部が舞台のクローバーレイン。 週刊戦国の編集部の事件犯が舞台のスクープの卵、スポーツ総合雑誌、ゴールド編集部が舞台のカナダのゴールドがある。文芸編集部を希望していた新見吉孝が入社3年目にして、ローティーン女子向けファッション雑誌、ピッピンを作るピッピン編集部への移動事例を受ける。理解不能な若者言葉に苛まれ、挙げくには編集部の女性たちに罵倒され、 さらには慣れない仕事ばかりで悪戦苦闘といった感じでストレスが溜まる一方の日々。やる気のない吉高は当たり障りなく仕事をしているつもりだったがミスを連発してしまう。しかし、編集者やモデル、カメラマン、スタイリストたちのプロ意識に触発され次第に成長していく。2018年10月19日から12月21日まで。 毎週金曜0時59分から1時29分に日本テレビ系で放送されていた。主演は千葉雄大。ありがとうございます。